アンティグーチョとは、南アメリカ大陸の特に、アンデス地域各国でよく食されている串焼き料理の一つである。インカ帝国の血を受け継ぐ国々で広く人気のある料理となっている。ペルー、ボリビア、チリなどでは屋台や出店などで売られている。ペルーのアンティグーチョ公園で焼かれるアンティグーチョチリのアンティグーチョは数センチメートル角に切り分けた肉類を唐辛子、ニンニク、クミン、ワインなどで作ったタレに数時間漬け込み、それを5、6個ずつ金串や竹串に刺したものを炭火などで焼くことで作られる。使用される肉として最も一般的なのは牛のハツである。この場合、タレに漬け込んだハツをそのまま串に通す以外に平らに切り出してタレに漬け込んだハツを波打つように串に刺して焼く場合もある。またこの他にハツのような内臓ではなく、普通の肉をタレに漬け込んで、それを串に刺して焼く場合もある。このように形状としては日本で作られる焼き鳥と似ているものの、そのサイズはずっと大きい。ただし、肉以外の食材も串に刺して焼く場合もあって、例えば、ボリビアやチリの屋台で売られているアンティグーチョでは、串の先端にジャガイモの大きな塊が刺されていることが多い。また、直路を輪切りにしたものを串に刺すこともある。アンティグーチョには、しばしば焼いたり揚げたりしたジャガイモが供され、これも一緒に食べる。ところで、アンデス地域に限らず、メキシコやアマゾン地域も含めてのことだが、これらの地域では、非常に古くから唐辛子が利用され、そして栽培され、様々な品種が生み出されてきた。これは、ヨーロッパから白人が到達する以前からのことである。白人が中南米地域に到達した時期には、すでに唐辛子は中南米地域の人々の食生活に欠かせないものとなっており、それは2010年になった現在においても変わらない。このような背景もあり、唐辛子を使った辛いソースもまた、中南米地域において重要な調味料の一つとして用いられている。ただし、この唐辛子によって辛く味付けされたソースには、様々な種類が存在する。例えば、この辛いソースに使われる唐辛子は、赤唐辛子の場合も、青唐辛子の場合もあり、地域や料理人によっても作り方や、材料や味が異なっている。そして、その唐辛子ソースのレシピによって名前も変わることがある。例えば、ウチュクタやラフアなどといった具合である。また、仮にある名前の唐辛子ソースがあったとしても、やはりその唐辛子ソースは地域や料理人によっても作り方や材料や味が異なっている場合がある。ともあれ、アンティグーチョの場合は焼く前の肉類を唐辛子も使ったタレに漬け込んだのにもかかわらず焼き上がって食べる際にもしばしばさらに唐辛子を使ったソースがかけられるのである。なお、以上のような唐辛子ソースではなくパセリとニンニクを使って作ったソースをつけて食べることもある。アンティグーチョの歴史は16世紀頃にまで遡ることができる。大航海時代以降、スペイン人がニンニクを持ち込んだことにより今日の形になった。ペルーのリマにあるペルー国立図書館に残されている文書によると、アンティグーチョという名称は、ケチュア語のアンチクチュ、またはアンチ宇宙から来ているとされる。いずれにしても、唐辛子の他に、ニンニクも用いたアンティグーチョは、アンデス地域に根付いた料理の一つとなった。ちなみに、2005年8月11日に、リンセのアンティグーチョ組合が、ハツ 450kg、ジャガイモ 200kg、直路 150kg、ロコト10個を使い、長さが58メートルにも及ぶ、世界最大のアンティグーチョを作った。これは、ギネスワールドレコーズに世界最大のアンティグーチョとして登録されている。参考までに唐辛子を使った辛味ソースの例を以下に記す。ただし、材料や作り方は統一されていない上に、様々な種類の辛味ソースが存在するため、あくまで辛味ソースの一例に過ぎないことをあらかじめ断っておく。唐辛子ソースがどのようなものであるのか、そのイメージを読者に掴んでいただくために、唐辛子ソースの一例をここに掲載したものである。材料は赤唐辛子4本、玉ねぎのみじん切り 60g、コリアンダーのみじん切り少々、レモンジュース2分の1個分、食塩少々、サラダ油 15ml。作り方は、唐辛子の種子を取り除いて潰し、その中に他の材料を加えてよく混ぜるのみである。山本則夫、唐辛子酸化 P15 八坂処方2010年4月25日。発行 ISBN970 ハチから4ラハ896949544山本則夫、唐辛子酸化 P14 八坂処方2010年4月25日。発行 ISBN970 ハチから4ラハ896949544山本則夫、唐辛子酸化 P26 八坂処方2010年4月25日。発行 ISBN978 から4から896949544ABC 広瀬佳代子、中南米のエスニック料理入門 P26 千早、処方1990年12月15日、発行 ISBN4 から924,784から72から9、山本則夫、唐辛子酸化八坂処方2010年4月25日、発行 ISBN978 から4から896949544広瀬佳代子、中南米のエスニック料理入門 P38、P39 千早処方1990年12月15日、発行 ISBN4 から924,784から72から9。ありがとうございます。